はい、酒好きの新潟人の飲酒動画です。今回も、サントリーのクラフトセレクトシリーズの第、なんだな、アンバーエール。限定醸造。ボリューム9ですね。9種類目。アンバーエール。豊かな麦のコクと、心地よいフルーティーな香り。旨味が3つ星、香りが4つ星、苦味が2つ星、ボディが3つ星。アルコール度数 5.5%。原材料がバクワートホップ。天然水 100% 仕込み。まあ、アンバーエールっていうと、まあ、いわゆる、褐色のやつでしょうね。褐色の。まあ、よくある、あれですよ。麦とホップの赤みたいな感じだと、思いますけど。麦穂赤とか、第3のビールでもよくある。アンバー、なんとか。琥珀。琥珀ビール。ということですね。アンバーエールとは、やや濃いめの琥珀色の液色が特徴のエールビール。豊かな麦のコクとフルーティーな香りで飲みやすい味わいが特徴です。カッパーエール。ああ、さっきインディアペールエール飲んだ後なんで、すげえ全然苦くね。ああ、全然苦くね。やっぱさっきのインディアペールエールはかなり苦かったんだな。まあ、比較して見るとやっぱ飲み続けてこう続けて飲むと全然やっぱり分かりますね。比較して飲むと全然違う、非常に飲みやすい。特に苦味もなく、まあ、かといって香りもねえけど、まあ、そこまで香りもないですけど、まあ、別にないこともない。まあ、まあ、でもね、これ第3のビールでもよくあるタイプの、あれなんで、味。香り？琥珀色のやつ。だから、なんか、あんまり、なんか、もうはっきり言うと飲み飽きたなっていう感じはあるんだよね。どうしても。ちょっとこの、ローストされた、黒ビールっぽい味が、ほのかにあって、で、これはインディアペールエールと違って、全然、柑橘系の味がしないですね。
ああ。どうにもなんかビールを飲むとすげえ、なんか、2本ぐらいでもう酔っちゃうんだよな。なんでだ、なんででしょうか。あの、ウイスキーのハイボールとかよく飲むんだけど、それだと別に、あれなんだよな。問題ない。やっぱ最近さ、これ度数が高いさ、5.5% とか 6%、下手したら 6.5% とかあるからね。度数のあれもあるんだろうね。なんか最近度数高い、あのビール多くなりましたね。やっぱ冬だから、冬だからなんか、どうにもこうにも腹にこう、炭酸がこの、もうなんか、溜まってなんか、空気っ腹みたいになるわ。うわ。あの、ハイボールだと全然なんないですけどね。なんていうんだろう、やっぱ泡立つから、この泡がね、泡立つんで、やっぱ余計その腹に溜まるっていうか。うん。よく泡立つタイプのビールだと、ほら、ビールでも泡立たないやつとか、あんまり泡立たねえなとかいうやつあるでしょ。泡の残るやつとかね。これとか結構残るんで。うん、残るタイプは結構腹に来る。ああで最近は、だいたいなんか 6% とかアルコール度数のやつ飲んでるから。なんか、あれなんだよな。すっげえ腹に溜まるんだよ、めっちゃ。腹がもうなんか、今すっげえ空気っぱらになってるもん。腹が痛い。なんか、膨れて。まだ 1.5 本ぐらいしか飲んでないのに。なんだこれは。うわ。腹が苦しい。うん。六缶パック。え？これがだいたい1本250円ぐらいみたいですね。だいたい。ほんと最近ビール高いの多くなったよな。ほんとに。250円とか。何それって。意味わかんねえよ。普通だって、まあ例えば普通のさ、朝日スーパードライとかあれ180円ぐらいでしょ。まあでも、税込みになったっていうのも、まあ税込み 8% になったっていうのもでかいけど。今だと200円ぐらいするのかな。スーパードライとかね。となると、まあでも、プレミアムビール、まあサントリー、エビスとかでも、プレモルとかでも230円ぐらいでしょ？大体。これとか限定醸造なんかさ、売りにしてさ、なんかさ、値段上げてんだよ。絶対。あ、払いて。うわ。絶対限定醸造をなんか、出しにして。あの、絶対なんか値段上げてる気がする。250円とかも。なんだよ、それ。高いよ。お前、250円って。1本
本250円とかさ、毎日お前さ、俺飲んでるけどさ、毎日酒動画であげてるけど、お前、毎日お前、30日お前、250円のやつ、1本ずつ買うとすると、7000円だぞ。いや、7000円なのか。うお。腹マジやべ。10日で2500円だろ ?7500 円だ。30日で。うお、腹いっぱい。やばい、あれだ、豆腐食って、湯豆腐食って、さらに、この、なんだ。普通に夕食もそれ食って、夕食食った上に湯豆腐食って、それで湯丼食って、お前。さらにビール食って。ビール飲んでて。あー、これはあかん。いい加減にな、あれだ。食いすぎだ。いろんな意味で食いすぎだ。ちょっと食いすぎな上になんか、豆腐ってなんか水、水分多いから。なんかどちらにしろなんか水っぱらみたいになってる。すごい水っぱらになってる。甘みは、うん、甘みは、うん、香りはまあ、3ぐらいで。まあ別におすすめませんけど。もうよくあるタイプなんで、もう。飲み飽きた。3333です。ご視聴ありがとうございました。